さあ、ゴジトン、今日はですね、ついに来ました。ガイガン使ってきます。ユニットで使います。で、かなり尖った能力をしていて、攻撃対象がリーダーと施設のみなんだよね。だからこの映像を見れば分かる通り、アンギラスガン無視でゴジラに直行していくっていう。で、このキャラはおそらく、まあ、アグロのフィニッシュ系っていうのかな、まあ、速攻系のデッキの、まあ、フィニッシャーみたいな感じの役割をしてくれればいいのかなっていう、まあ、印象ですね。まだ一回も使ってないんで分かんないですけども。で、もう一つの新規カードとして、この冷凍ゾンデ、これも使っていきます。効果範囲内にいる敵の動きをスロー状態にします。10秒、約ね、10秒ぐらい足止めすることができて、で、これ結構強いんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まあでもこれもまだ使ってないんで分からないんだけど、で、マジック系のカード3枚、で、足の速いカマキラス、そして遠距離攻撃が得意なメカゴジラ。まあ、メーサー砲でもいいのかなというふうに思ったんだけど、耐久力がちょっと全体的に足らないなって思ったんで、とりあえずメカゴジラにしています。じゃあ、まずとりあえず、このデッキタイプで戦っていこうと思います。まあ、うまくいかなかったらいろいろ変えていこうと思うんだけど、じゃあ早速、ランクバトルだね。今10連勝中なんだ、俺。びっくりした。2桁の大台に行ってる、突破してる。さあ、マッチングしました。ガイガン、初陣です。なるべく早めに勝負は終わらせたいなっていう部分があるんですけれども、まずは相手の動きチェック。まずは相手の動きチェック。何もしてこない。あ、ラドン、開幕ラドンか。カマキラスの群れ、もう積極的にガンガン使っていくわ。ガンガン回していきます。で、冷凍ゾンデも使っていこうか。これはガチガチ固まります。で、メカゴジラの遠距離攻撃でなんとか全員駆逐してほしいんですけれども、ガイガンが来たね。ちょっと一旦様子、ミサイルで撃たれるか。あ、ゴジラにか。ゴジラに直体か。これね、一旦、カマキラ産んで、お、メカゴか。じゃ、こっから暗殺者ガイガン行こうか。暗殺者ガイガン直行。メカゴジラは多分殺されるな。ウルティマ出現します。あ、カマキラその群れ来た。これは潰そうか。ガイガンどういう風に無視してくれるのか。あ、やべ、ちょっとしくったな、これ。ちょっと使い方ミスったな。あ、待って、これウルティマは俺倒さなきゃダメだわ。あ、攻撃してます攻撃してます今攻撃してましたね。あー、でも今、わ、ミニラも出てる。ミニラ使ってる、かわいい。ウルティマ仲間にしなきゃこれ絶対ダメだな。あー、でもガイガンが特攻してくれたおかげで、今カマキラスが頑張ってます。カマキラス、え、終わった。え、ちょっと待ってあっという間に終わったんやんけ。なんなんこれ。ちょっと今あっという間に終わりすぎたんで、もう一試合します。本当はね、デストロイヤー妖体とかもね、使いたいんだけど、ちょっとレベルが低すぎて、多分まだ戦力にならないかなっていうところで、メガゴジラを採用しています。デストロイヤー妖体あれなんだよね。空中にいる敵も攻撃できるから、結構使えるのかなっていうふうに思ってるんだけど、まだ全然使ってないからわからない。来た！うわ、アイテムだらけ。これちょっと地獄だな。デストロイヤー妖体、あ、デストロイヤー妖体来た。これは、電車でぶっ壊したい。電車でぶっ壊せ。NHK ぶっ壊します。で、メカゴスタート、カマキラスはちょっとこれ連れてっか。冷凍ゾーンで使ってもよかったね、これ今ね。ちょっともったいなかったかもしれない。あら！あなたもそっちの口。あなたもそっちの口ですか。これは、カマキラスの群れちょっと使いますか。これはさ、ちょっとね、冷凍ゾーンでの使いどころがよくわかんねえや、これ。あ、ミサイル。これはミサイルだ。これはさすがにミサイル。で、ウルティマちょっとね、これ、ウルティマ倒さなきゃいかんわ。このステージの場合は。ちょっと、ガイガン施し受けられない、これは。申し訳ないけど。あ、やばい。ちょっと待って。これやばいな。これやばいな。冷凍ゾンデの動きを止めるか。ウルティマサポート、これは。さあ、カマキラスの群れ、漂っています。これはミサイル撃たなきゃダメだな、絶対に。あ、これでもいいか。さすがにこれするか。ドガーン。で、カマキラスの群れ、ウィズ、メガゴジラ。デストロイヤー妖体ガンガン使ってくるね。これはミサイル撃ちたいな。これミサイル撃ちたいな。あ、ウルティマ高めになった。これはね、ガイガン使おう。これはガイガン使おう。暗殺者ガイガン登場。ウルティマ仲間になればもうこっちのもんよ。あの、俺あれだわ。冷凍ゾンデ使い方。あー、ミサイルで終わった。冷凍ゾンデの使い方が俺下手だな、多分。もうちょっとうまく使、これは、待て、生き残れ生き残れ、ガイガーンガイガーン到着した瞬間、カマキラスにボッコられたわ。ボッコボコにされたわ。あ、でもその分カマキラスが今頑張ってるから。
ね、2体のカマゲラスがゴジラボコボコにしております。ここら辺のちょっと冷凍ゾーンで使ってみるか。で、時間潰して、時間潰すというか、なんだろう、この使い方良くないな、多分この使い方良くないわ、多分俺ミスってるわ。この冷凍ゾーンでの使い方良くないな。あ、待て待て、これはこっちの方がいいな。ウルティマがちょっとやばい。ウルティマこれ仲間にされたら困惑だな。ウルティマ困惑、ウルティマ困惑、ウルティマ困惑。これはミサイル撃たなきゃダメだな。これやばい。あー、ちょっと無駄撃ちになっちゃったけど、これはサポートしよう。ウルティマサポートしよう。よし、第三勢力加勢した。オッケーオッケーオッケー。向こうも結構速攻系のデッキっすね。ここはガイガン使いたいな。ウルティマの方にね、手間取ってるはずだから。よしよしよし。いけ、隅からいけ、ガイガン。ガイガン隅から行け。そっち来たか。妖怪来るわな、そりゃ。ガイガン、ガイガン突破してくれ。ガイガン突破、ガイガン突破ならず。ガイガン突破ならず。延長戦です。ミサイルは撃った方が、あ、こっちでもいいか。こっちの方がいいか。あ、でも冷凍ゾーンで時間潰してくれる分結構ありがたいね、これは。よしよしよし。これ冷凍ゾーンでもっと使っていこうか。これ出てくるはずだから、こっち側に。あ、来るね。あ、でもこれはミサイルのが良かったな、さすがに。さすがにこれはミサイルのが良かったわ。ちょっともったいないことしてるな。まあ、体力的には相当こっち勝ってるんで、まあ、このまま1分耐えしのげばなんとかなるんではないでしょうか。ガイガンが全然ちょっとあれだな。活躍できた。俺の使い方の問題だけどね、これは。間違いなく。で、ここもデストロイよってぶっ殺そう。これウルティマ仲間にできたら大きいっすね。やっぱ在来線強いな、これ。もうミサイル撃つか、ここ。ゴジラに。切迫してます。石爆の思い、胸に。カマキラス行け、特攻や。で、ここで、ウルティマ仲間にできない。これはできない。これできず。あ、でもさ、これさ、ガイガンいけんじゃない？これガイガンいけんじゃない？やれるかもしれない。最後の一発、ガイガンいけるかもしれない、これ。あ、ガイガンも使わなくてもいいかもしれない、この流れ。あ、でもミサイル撃ってきた。よし、行け。最後の一発、ガイガン行け。これいけるんじゃない？右左いるよ、右左。行け、決めてくれ。決めてくれ、あと一発。あと一発、あと二発。あ、終わった。そっか。そっか。いや、普通に無人在来線強えな。あと、俺が、ちょっとあれだな、冷凍ゾンデの使い方、あんまりちょっとよくわかってないな。まあいいや、じゃあ最後もミサイル一発撃って、はい、終わり。パパってやって終わり。これで終わりや。よし。ちょっとデッキ変えようか。ちょっとデッキ構成変えます。ミニラ採用してもう一戦じゃやっていこう。さあ、おマッチングいたしました。ガイガンいるね。ミニラちゃん、あー、マジか。いきなりヘリコプターが。いきなりヘリコか。ちょっとめんどくさい。これミニラ行こうか。これミニラ行こうか。で、ミサイルで、さすがにヘリコプターかな、壊すのは。多分デストロイヤー妖体って体力はそんなにないから、簡単に倒せると思うんだよね。ちょっと押されてるかな。これ大丈夫かな。若干ちょっとやばいかもね。あ、でも相手の体力削れてるなら、あ、ミサイル、直に撃ってきた。直爆きしてきた。少しちょっとこれゲージ貯めるか。少しゲージ貯めつつ。あ、俺も体力減ってるな。あ、ウルティマ来た。これはね、これ仲間にしないといかんわ。これ仲間にいかんと いかん境に。これに関しては。で、ヘリコプター壊して、妖体来ましたね。妖体来ましたね。あ、これカマキラスの群れじゃない方がよかったかな。デストロイ妖体ってね、攻撃力自体はそんなにないから、よし来た。第三勢力稼い。ここガイガン使いたいな、隙狙いたいな。ウルティマ仲間になってる状態で、ウルティマシューだよ。メカゴジラパッタリ行った。ポックリ行きました。これガイガンいけるかな。どうなんだろう。後方過ぎたかな、スタート地点。メカゴジラが来た。ウルティマがシンプルに強えや。ウルティマがシンプルに強えや。なんだこりゃ。仲間にすべきだな。デストロイ妖体。これは怖そう。いけ、最後一発ガイガンいけ。決めたー！ ウルティマが強えや！ああ！ ウルティマが強え！なんだこれ！
今ちょっと宝箱1箱開けたらね、ガイガン出てきたんで、レベルが5に、だから2つ上がりましたね。で、体力が245、ダメージ53。これ勝てるんじゃね？これは活躍するでしょ、さすがに。よし、じゃあもう一回ランクバトルやっていこう。さあ、マッチングしました。村人です。村人の方と遭遇しました。お、ミニラちゃん、メカゴジラちゃん、カマキラスか。じゃあ、カマキラススタートでいこうか。これは。カマキラスの群れ。カマキラススタートです。スーパーカマキラスタイム。ここはちょっと、そうだね。お互いにマジックカード使っていくよね。これはね。大体そういう展開っすよね。ちょっとどうしようか。これガイガン使っていきたい。あ、ミニラちゃん。ミニラちゃん。じゃあガイガンで、ミニラがあっという間に殺された。嘘！うちのカマキラス優秀だわ。ちょっとこれやだ。どうしよう。今日お赤飯耐えちゃうかもしんない、これ。あー、カマキラスの群れが来ました。ガイガン頑張れ！耐えろ！耐えろ！結構耐えてくれてる！結構耐えてくれてる！なんか2、3発ぐらい当ててくれたね。やっぱ、レベル上げて大事っすね。うん、すごい大事っすわ。これ、ウルティマ仲間にできたら偉いぞ。ミニラ頑張れ！ミニラサポートして。よし、来た！あー、やばい！ミサイルでボコボコに。すっきりしました、画面が。画面がすっきりしました。これ、ガイガン行きてえなー。これ、ガイガン出そうか。ミニラちゃん、かわいい。すごい、顔がエビスさんみたいだもん。カマキラスが来ました。ウルティマにかまってる間に、ガイガンだよね。ウルティマかまってる間にガイガン来ました。ガイガン直対、メガゴジラと。ワン、ツー、2発、3発。あ、4発目行こう。そして5発。あ、6発、6発行こうか、6発。7発、めっちゃ当ててよ。一発50点ぐらいだから、6発でしょ？ 300 ぐらい減ったよ。一人でそんなことやってんの？どうした？ガイガン急に来たな。ガイガンの時代来たな。やっぱあれな、全体的にちょっとコスト下げたデッキの方がいいかもしんない、ガイガン。これもう一回行こうか、ガイガンチャレンジ。で、なんか来たらミサイル撃とうか。あ、来た。あ、ちょっとこれ撃つとこ失敗した。撃つとこ失敗したけど、みんな無視。みんなガイガン無視。また直対、あ、やべ！それは聞いてない。それやめてくれ。超技使うのはなしだろ。プロレスしようで、ちゃんとしたプロレスをしようや。わかりやすい。お、ミサイルゴジラにぶち当ててきた。もう一回これ、ガイガンチャレンジだな。もう一回、ガイガンチャレンジしようか、これは。よし、ウルティマ仲間になった。これは、電車ぶっ込ませる。いけ、左からガイガンチャレンジ。左からガイガンチャレンジ行こう。いけ、一発、二、三。これ終わり、終わり、これ終わり。よし、来た。で、最後なんか今、カマキラスが決めなかった。美味しいとこ最後持ってかなかった、カマキラスが。あ、やっぱでもあれだわ、しっかり育てると強いね。